まあ、入江先生のどういうかな、山の土地に関する考え方というのは、やっぱりその歴史あるその山土地をですね、残していきたいというね、やっぱあったと思うんですよね。で、まあ、確かにそれと、もう一つはこういう坑道跡とか僧帽跡とかですね、ああいうところの石垣だけでその滅びの美っていうか、そういうものを感じるものを撮ろうと。だから、まあ、大仏ももちろん撮られましたけども、だけどそういう壊れたとかそういうようなところに何か美をね感じて撮られてるというのはね、それもやっぱりね、やっぱ雨とか、まあ、そういう時のその情緒のある写真をですね、よく撮りに来られましたよね。なんていうかな、やっぱりその日本人の心っていうものを残していきたいなっていうのがあったと思うんですよね。それがまあ我々弟子もそのいまだにその入江節っていうか、その綺麗な写真ももちろんそうですけども、やっぱりちょっとそういう雨とか霧とかそういう写真がどうしても好みになってくると。それがやっぱり、まあ、大和市だけに限らずね、日本の風景やっぱりそういうところがやっぱあると僕は思うんですよね。